Like a ghost in my mind, I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind, I wanna escape you. But I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake. Letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. 今は安心感を持ってやると、嬉しい。席に入れることができて、なんか今日一番心感情を低い入れたのが、じゃあこれで以上で樹立します。言われた時に、おめでとうございますって言われた時が、なんかすごい、あそこ泣きそうになって、涙が出そうで、そこから家帰ってきて安心で寝ちゃって、2時間ぐらい寝た。3時間ぐらい寝て。 でもそっから変化する。一応に戻った感じも。そうだね。待って。恥ずかしい。やっぱ夢だったんだ。慣れることがすごくね。まだ夢のよう。いくらでもさ、お話はできるじゃん。将来一緒になろうっていうこと。この間はさ、3年の時に。
買った時の方がなんかすごい気持ちが動いたというか、なんか今日に関しては安堵感の方が強かった。安心感。無事に終わったっていう、こう役所届けに行って、こう担当の方がじゃあこれで受理しましたって、こうなんか言ってもらえた瞬間はすごい涙出そうになったけど、 でもそれ終わって家帰ってきてからはもうなんか死んだように寝たよね。寝て今までのこう日常がやっと戻ってきたイメージだったよね。なんかまた明日明後日ってこう日が経つにつれていろいろこう実感が出てくるんだろうけど、今はそんな感じです。まだこれを撮ってる時はね、みんなに報告してない時だから、なんか そこまでこうなんだろう、友達にも全然行ってないしさ、祝福みたいな感じものまだないから、ほんと二人だけのなんかまだことで、だから自分に実感を送ろうかなと思うね。お願いね、これからよろしく。これからはさ、付き合った記念じゃなくて結婚記念日に変わるから。 泣いてんの？泣いてないもんね。あ、眠いな。<笑>人とまず明日はこのいただいたお花の花瓶を買いに行きたいの。横になるとお花寝ちゃってさ、危ないから立てるって。あとは明日は、明日ちょうど夜、トロッと一日ね。そうだね。また明日の朝、それではお会いしましょう。さよなら。 おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。寝よう。